繰り返す毎日も夢見る世界旅行も結局は何を感じながら生きてるかなんだろう。ふーちゃんうだ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 カモンうだ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 天気かきうだ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 ヘイうだ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 たまに天気かき。小淵沢キリスト教会の皆様、そしてライブ礼拝で参加されている皆様、こんにちは。サルーキー、ロックバンドサルーキーのボーカル千代です。千代信と言います。珍しい名字なんですけども、よろしくお願いします。今回ですね、市原よしみさんから、バトンをもらいまして、こちらの動画に参加させていただきます。僕はですね、もともと教会とかクリスチャンとかは関係ないところでですね、まあ、アーティスト活動や、まあ、今やってるそのサルーキーというバンドを2001年に結成して、まあ、今ギターの相方のモーリーと、もう今年20年目なんですけども、やってます。最初はストリートとか、ライブハウスとかそういうところで歌っていて、まあ、僕らの最終目標は、まあ、CD デビューとか武道館っていうところで始めたんですけども、僕は2003年に導かれまして、洗礼を受けるということになりました。まあ、その、まあ、自分がこう大好きだったロックミュージックのその精神というか、それは何かというと愛と平和っていうことなんですね。だけど、まあ、その自分がその東京に出てきてこのミュージシャンを目指していろいろ活動していく中で、ああ自分の心の中にはこんなにも愛と平和がないのかっていうことに気づきました。まあ、そんな時にですね、ライブハウスで出会ったミュージシャンが、クリスチャン、僕は生まれて初めて出会うクリスチャンだったんですね。でその人に、まあ、教会に導かれてですね、初めて行った教会の壁のところにドンと貼ってあった御言葉が神は愛なりという言葉で、その言葉に導かれて、教会に通うようになりました。第一コリント13章13節というところに、最後まで残るものが3つある。それが信仰と希望と愛である。そしてこの中で最も優れているものは愛であるっていう言葉に、本当に魂が揺さぶられてですね、僕はちょっとひねくれているので、おそらく宗教だからこれは信仰が一番というのに違いないと思ったら、なんと愛であるということで、しかも神は愛なりという言葉があって、その2つが重なってですね、僕は、この信仰の世界に飛び込んだんですけれども、やっぱり今でも一番大切にしているのは、まあ、イエス様が、全てのいろんな奇跡とか行われたんですけども、その動機が愛だったっていうことに、今でも深く感動を覚えます。これから賛美を一曲お届けするんですけども、これは緊急事態宣言とかですね、このコロナ禍が一番ひどかった時にですね、メンバーと会うこともできずに、Zoom でですね撮った動画なんですけども、僕と相方のモーリー2人で演奏している Rock of Jesus という曲です。僕たちの中ではもうイエス・キリストっていう方はキングオブロックなんだと、岩なんだと、揺るがないものなんだと、今このコロナ禍にあって、クリスチャンも、そうでない人もですね、本当にその心が揺さぶられることが多いと思うんですけれども、やっぱりこのコロナ禍になあった時にですね、自分たちも活動ができなくなって、最初やっぱり心配とかこの後どうなるのかなとか恐れが来たんですけど、最初にやっぱり聖書の言葉ですね、心を騒がせてはいけませんね、そういう何事も心配するなと、明日の心配は私がしますと、
神様が言っているそういう聖書の言葉が、思い浮かんでですね、よしこれは神様に信頼して、神様がどういうことをなさるのか、自分たち安心してドーンと見てようと、思ってですね、もはや、まあ、コロナが始まってもう半年以上経って、まあ、もう今11月なんですけど、ここまで本当にその神様の恵みによって生かされてきました、まあ、まさにそんなことも、歌ってる曲なんですけれども、ぜひ聴いてください。サルーキーで曲は Rock of Jesus。 ワン、ツー、スリー。神様のこと決して目には見えないけど、この暗闇の世界に下り、人として生きたジーザスのこと、遠い国の話じゃない、毎日のように起きてる心の闇を切り裂く誠の光が差し込む。Jesus is rock!
それでは、次回の、ゲストアーティストを紹介したいと思います。次回のゲストアーティストはゴスペルシンガーの竹下しずさんです。こちらも、素晴らしい礼拝の時間になりますように、お祈りしています。ありがとうございました。Peace!